したので罰ゲームをします。罰ゲームかちょっとわからないんですけど、僕が23年間、片思いをしている人に告白したいと思います。長澤さん、はじめまして、香川真司です。もう僕は長澤まさみさんを見た時からずっと大好きでした。今シーズンオフで休みなので、機会があれば大栗旬さんと一緒に食事でも行きましょう。よろしくお願いします。これイタリアだぞ。ナイスプレー、ナイスプレー。公共の電波を使って告白タイムはおかしいだろ。面白いじゃないですよ、ちょっと。いや、新しい形、また香川スタイル作っちゃいました。罰ゲームで人生初の告白をしたんですよ。23年間の思い。これ、だって長澤まさみちゃん見てなかったら何もならないですよ。必ず伝わってきます。はい、伝えてください。何なの罰ゲーム、何の場合な。いやでもいいもん見たなって思って。結果楽しみですね。楽しみですね。じゃあこれに返事が返ってきたら面白いですけどね。それはもうハッピーならね、完璧ですよね。うん、いや月9スタートするということで、はい、この間代表戦 35% 超えたんで 36% 目指して頑張ります。頑張ってください。そしてパー君は、はい、マイルと、そしてまだまだ来年まで続くんで、はい、ぜひとも素晴らしいプレーを、はい、俺たちに見せてください。はい、その前に結果だけをちょっと教えてね。はい、今日はありがとうございました。